お疲れ様です何はなくても AI、AI ですね。まあ AI が発展してきて私たちの手に渡って私が一番ね便利だなぁと思うのが ai の画像生成ツールですね、まあ、動画っていうのはまだまだね時間がかかるのとこう動画を作ってる間は待たないといけないでしょ。 で、その動画がね、自分のイメージ通りじゃなかったら、待った時間が無駄になっちゃうんですよね。まあそうなってくると、動画についてはまだ自分で撮影に行ったりとか、なんか一から作った方がいいような気がしますね。でも、画像生成ツールって結構使えて、例えば今回ね、このように、高齢者の男性を介助する女性っていう風に入力するとね、4つの画面が送られてきて、それぞれ雰囲気あるんですよ。例えばこれとかね。 一目見て分かりますよね、解除してるってところが。それからこれ。これなんて私使っていきたいなーっていう希望溢れる介護のワンシーンです。で、これ。なんかね、ちょっとこう、血気盛んな女の子が常識に縛られずに、この仲良くなった男性をですね、夜の街に連れ出して、ほら、若い頃思い出すでしょみたいな会話がね、聞こえてきそうですね。おー、こういう雰囲気が良かったんや、と。 もう今の時代の介護はコリゴリやつまらんつまらんみたいな人を老人扱いしようってみたいなね。まあそんな感じに声が聞こえそうだなと。それからこれも結構好きな画像なんですけども、お揃いの和服を着た女性と、それからね、おばあちゃんでしょうね。こういった方がね、こう、庭のとってもいい景色を見て、若か若かった頃のことをね、語り合ってるのかもしれませんね。まあこういった全くテイストの違う4つの画像が、 このプロンプト、文字だけで表現されるんですよね。だから、どれもこれも似通ったイメージじゃなくて、全部違う切り口なんですよね。で、ダウンロードボタンで一発で簡単にダウンロードもできて、こちらの方に画面のイメージがつきますね。あと、やっぱり、これ、日本語に完全に対応してないからなのかどうか、デコボコしてるところもちょっとあるんですけどもね。でも、これ、すごく使えると思います。うん。設定とかね、編集履歴とかね。 うん、なかなかいいんじゃないかなと思います。というふうにね、今回、ノクさんに影響を受けて、イメージ FX の紹介をしてみました。いかがだったでしょうか ?Google のイメージ f x AI 画像ツール、便利です。